はい、マヨリコチャンネルです。チャンネルです。九州オープンお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回ね、九州オープンのちょっと軽い振り返りをしつつ、新企画をやろうと思うんですけど、どうでしたか今回は。他は、まあ、道枝さんは、まあ、ベスト8。いいですね、はい、予選上がって負けましたね。うん、なんかですね、九州の試合はなかなか調整難しいんですけど、余裕はあると思うんですけど、まあ動かなかったですね。あ、体が、多分2日目間で寝たんですよね。頭はすっきりしたけど体は重い状態で入って、でやってたら思いのほか体が動かないぞみたいな感じの中で戦ってましたね。コンディション的にはまあそんなに良くない。コンディション的にはまあまあまあ、でもしょうがないのかなと思うんですけどね。だから運営しながらですもんね。うん、運営、若い頃はねそうでもなかったんですけどね最近結構ジャブ入りますね。でちょっと調整考えた方がいいのと、まあ、でもね相手の選手のね気迫に多分ね食らったのかしらってなっちゃったそうかもしれない。相手の選手の金本さんもすごいなんか調子良さそうでしたもんね、はい、そうですね、ショットなんかいい感じで、まあね、逃げれない自分もバカなんですけど、いい感じで入ってましたよね。ね、ちょっとね悔しい結果ではあるんですけど。そうですね、はい、今回は、うん、はい、あのいつもだったら、うん、あのまあ、試合動画を流すんですけど、はい、うんうん、金本選手との試合動画の中で、はい、自分が良くなかったプレーを晒すっていう超いっぱい笑いが出るぐらい、あのファインプレーもあったんですよ実際に。こう試合の中で、うん、まあ、道枝さんが、うん、まあ、このプレー良くなかったなっていうのを、うんうん、はい、まあ、いくつか挙げてもらって、はい、まあ、それをねみんなで見て、うん、こういうプレーはしないように道枝さん自身も次に生かすためにね、あのやってもらおうと思ってちょっと選んでもらったんですけど、はい、見てるだけで腹立たしいですね苦い思い出が蘇りますけど、はい、早速振り返っていきましょう。はい、じゃあまず一つ目、うん、一つ目が9オールぐらいの時になんかこう展開しててゴールからのボールを何ですかね、こうもっとストレートに長く引くはずが、なんかこう力んだのかタイミングずれたのか、ちょうど相手の内側の T の横ぐらいに来たので、それをあっさり多分ボースト食らって拾えなくて終わった、なんともこれはダメだろうみたいなやつですね。これは短いですボールが短いですよね。うん、これはねやっぱちゃんともうちょっとねいかないとね、そしてこう自分何ですかね、こうやってて、あ今日動けない日なんだって痛いなって思ってるからやっちゃいけないやつですよね。なんでストレート打ったの、いつもだったら絶対暴走とか打ってるのに、なんかこの日間違ってますね。気持ちなんか力みみたいなのを感じますね。うん、なんかこう下が動かなくて上だけで打ってる感じですよね。うんうん、これはよくある、まあ、よくあるあるですよね、あるあるですよね。みんなやったことあるんじゃないですかこれは、うん、絶対ね。でもやるこうポイントが悪いですね。そしてなんか余裕あるのにちょっと引っ掛けちゃってね、それだったらもっと思いっきりね、こうなんだろう、引っ叩くか、まあ、寄せるか違うコースに打つ選択肢もあるのに、なんでこんなボール打ったかな。2つ目はですね、ちなみに、まあ、今日ね、あの道枝さんパソコン見ながらなんで、うん、メガネかけてるんですけど、はい、老眼鏡です、はい、めちゃめちゃ反射してなんかそのピクサーみたいになってますねあ、本当に大丈夫、目のクマが隠れていいかもしれないです、ちょうど。はい、これなんですけど、あの自分がこう前のフォア前真ん中ぐらいなんですけど、相手の人がこうボーストを打ってチャンスボール来たんですよね。でそれを打とうと思ったんですけど、まあ、普段より腰が落ちないので思いっきり鉄板叩くみたいな。
でこう前からのボールってやっぱりこうちょっとやっぱり何ですかね、立ってって振り下ろすとやっぱ手に叩く率高いじゃないですか。それをまさにやってるダメなやつですね。はい、やっぱりもうちょっと腰を落としてしっかり打ったら決められるのになーみたいな、ちょっともったいないショットですね。これもよく見ますね。よく見ますよね。でもよくこれありますよね。あ、来たー、ガシャーンってね。これはね、やっぱりなんですかね、やっぱちょっと焦ってるというか余裕がない時に出るやつですかね。やっぱ無理に狙わないことですね。なんかね、狙う球と、うん、まあ、そのちょっとリスクを落としてでも、うん、こう効果的なショットとね、はい、なんかその瞬時にね使い分けるのがまず難しいんですけどね、うん、まあ、これはやっぱ追いつけてないですよね。余裕なのに追いついてないですよね。なので、ね、相手のボーストも真ん中にちょっと出てきて、うん、甘めではありました、ね、はいはい、甘いので多分ここはしっかりね打って決めないといけないとこなんですけどね。決めるどころか自分でミスってるから世話ないですね。まあらしいっちゃらしいんですけど。じゃあ3つ目いきますか。3つ目は、これね、痛そうですね、ラケットが。え、痛そうですね、ラケットが。ラケットが痛そう、壁にぶつけて。それはまあミスなんですけど、そこはまあ帰らなかったっていうか、そのよりもその前のやつが自分的には間違いで、サーブ、相手の人がサーブしました、リバースボーストリターンしました、でクロス返ってきました。そこでの選択ミスですね。それをいつもだったら前にいてボレーでカットしていったら、叩いてストレートに引いてると思うんですよね、うん、でも行けてないからそのままクロス返しちゃって短くなってショット選択ミスっていうんですか、相手のいる方に、そう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 、ね、本当は一歩前に入っていって、いつもなら引くんだけど、もう足止まってるので、もうその場でみたいな、それあーみたいな、あぐしゃーみたいな。そうですよね、フォアサイドはガラ空きでしたもんね。そう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 、だからやっぱり足が出てないとやっぱりこう打てるボール限られちゃうから、まあその辺も何ですかね。これはちょっと自分の何ですかね、ショットが短いというか、まあ短いじゃない、選択ミスですね。あのよく外で見て、おい何やってんだみたいな、なんでそこでクロス打つのみたいなパターンですね。ミジャさん結構あえている方にも打つことあるじゃないですか、はい、はい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 、これはね、これはねもう足止まってますですね。こう考えるとスカッシュって本当にショット選択大事ですよね。そうですね、ただね速いボールとかなんか奇襲すればいいっていうわけでもないですもんね、うんうん、はい、自分でねこれ展開的に奇襲かけてるんですけど、うんうん、あの足が出ず結局あれみたいな奇襲して相手びっくりして、はい、拾ってね帰ってきたのを、そこでちゃんと相手を走らすボールを打つために奇襲かけてるのに、相手いるところに返して、で自分がはーってなってガシャーみたいな、いつも多分あれが入るんですけどね、やっぱ距離感ずれてるので、ね、入らないですね。いやー、まあそんなもんでしょうね、うん。はい、じゃあ4つ目。4つ目、これもまたね、まあ、でもよくやるっちゃよくやるんですけど、生まれてないみたいな、崩れ落ちる感じですか。他のところですけど、なんかステップ踏んでるけど、なんか足開かずにそのままでチョンみたいな感じで、全然なんかだと行けない感じで、こう見てても爆笑してたんですけど、やっぱ腰が高いのはやっぱ難しいですね、拾いに行ったりとか、うん、この間に合ってるけど、はい、崩れちゃってますもんね。そうですね、もう踏ん張れないですね。
止まれないっていうのはなんかイケててなんかイケてるのに打てない、あと分かってるのに足が出ないっていうのが多分、ね、こういうのみんな多分あるんでしょうね。それをねどうやってかわしてるかをちょっと聞いてみたいですけどね。そうですね、まあ、こんな感じでちょっと痛々しいじゃなくてこう動けなさにちょっとストレス感じながらの試合でしたね。なんかこれは、ね、うん、ちょっとミスしたプレーとか関係ないと思うんですけど、最後の方なんかダイブして取りに行ったやつあるじゃないですか。届くんじゃないかなと思って飛んでみたんですよ。届きませんでした。ちょっと判断が遅かったですね。最初から飛べばよかったなと思ったんですけど、こう動かない中でも、はい、なんかあがいてる感じがいいなって思ったんですけど僕は。そうですかね、どうあがくかですよね、やっぱりね。本当にこのゲーム、その前に2試合やってるんですけど、まあ、その前の2試合って結構パカパカ打ってて、まあ、そんなにこう激しく動くことがなかったので、この3試合目にしてあやっぱり動けないんだっていうのを感じながらやったんですけど、まあ、その時にどう戦ったらいいのかなと思って、なのになんかこうラリーをしようとしている自分がいて、それはまず間違いだなと思って、こういう時だからこそ全部狙ってしまえみたいな、なんかそういう試合展開ができたらいいのかなと思いました。なんか無難に引いてますもんね、中途半端に。それだったらもう前とか後ろに攻めてしまえば、拾われたら拾われたで次みたいな、なんかそういう展開作らないとこういう状態が続くと戦っていけないのかなとつくづく反省いたしました。はい、ということでね、はい、で今回は、うん、自分の悪かったプレーをね、はい、紹介するっていう動画なんですけど、うん、見てもらったプレーね、ジアさんに限らずね、視聴者の皆さんもねこういうことやったことあるなって思うことはいっぱいあったと思うんで、うん、お互いにね、こういうプレーをしないようにいいプレーもあったですね。ミラクルショットもいくつかあったんですよね。そうですね、全部それが続けばいいのになんて思っちゃったみたいな。でもまあ総じて、まあ、あんまりこう、うん、まあ、個人的には微妙だなって思う日だったっていうことですね。そうですね、微妙。今あそうそうね、なんか、うん、波がこういろいろあるので、ああこれはみたいな。でもね、それでも強い人は勝つじゃないですか。だからそういう強い人になりたいなと思いました。うん、はい、それでは本日はこれで終わります。ありがとうございました。